皆さんこんばんは、カランダです。本日は鉄道模型 Vlog 制作機として現在制作中の建物の窓抜きの様子をお届けしたいと思います。窓抜きですね、使用するのはカッティングマットと定規、それからデザインナイフ、この3つだけでやることができます。今回は制作機ですけれども、皆さんがですね、窓抜きをするときに参考にしていただけるような動画になればいいかなと思いましたので、作り方、そういったものも示しながらやっていきたいと思います。今作っているのはベルギーにあるベルビエセントラル駅という駅舎、そちらをスクラッチで制作をしております。スクラッチですので図面は自分で、作成をしております。現在正面と左右側面が完成したところ、正面はこんな感じで、装飾も済んで完全に完成をした状態になっております。最終的にはですね、この状態を目指して制作を行っていきます。で、スクラッチなんですけれども、図面 JWCAD というソフトで製図して、それを打ち出したものを左右反転して印刷して、プラ板の裏からですね、この 3M のスプレーのりを使って貼り付けて、この線に沿ってカッターを走らせてカットをしていくと、そういう手法で作成を行っていきます。それでは実際のカットの様子をご覧ください。で、まずなんですけれども、最初にデザインナイフの刃、こちらを新品に交換します。これはですね、刃が少しでも欠けていたり劣化したりしていると、どうしてもミスを誘発する可能性がありますので、常にですね、刃は新品の状態を維持するということで、かなり頻度高く交換を行って作業を行うようにしております。で、カットする時のポイントですね。まず定規、は絶対に動かしません。定規の同じラインの上の直線は一発で全てカットを行います。右手はですね、余計な力を入れずに、デザインナイフの自重で、スッと線が入る、そんな感覚を意識しながらカットを行っていきます。で、押さえるときですね、この中指、ここに一番力を入れないと定規がずれてしまいますので、ご注意ください。切るというよりはですね、この定規に沿わせて滑らせるイメージで刃をスッスッと動かしていきます。で、同一の直線ですね、先ほどもお話ししましたけれども、直線上は定規を動かさずに1回の、定規を当てたそのラインで全部切っていく、こうすることでですね、綺麗な直線を出すことができます。カットした部分の様子はこんな感じになります。裏から見た時にですね、ちゃんとこのように裏まで刃が通っていればそれで OK です。この時隣の窓とくっつかないように注意をする必要があります。同様に他の窓を抜いていきます。基本的な考え方は先ほどと一緒です。同一直線上は定規を動かさずに一気にカットします。で、右手には力を入れずにですね、重みでスッスッと線を入れていく感じでカットします。右手に力が少しでも入ってくるようでしたら、刃を交換するとか、ないしはその日の作業を中止するということをした方が良いと思います。とにかく右手には絶対力を入れない、これだけ意識をしてカットを行います。一直線できましたので90度をカットさせます。私はですね、このように、丸1から丸4の順番に四角形でロの字型にカットしていく、90度ごとにカットしていくという手法でカットを行っております。ただこれは模型仲間に聞きますと人によってね、やり方は違いますので、好みのやり方でカットすれば良いかと思います。はい、L 字できちんとつながりまして、今度は3方向カットして U 字につながるようになります。この時も隣同士の窓枠をですね、つなげてしまわないようにご注意ください。ということで、4辺全てがカットできましたら、最後にですね、この図の、書いてある文章の通りです。刃を少しだけちょんちょんと入れてあげて、カットしきれない、どうしても切り残しが出るところに刃を入れて、切り残しをなくしてあげます。うまくですね、4辺がきちんと抜けますとご覧の通り、ほとんど力を入れずに刃を当てるだけで、窓部分を抜くことができます。これ力が入るようですと、細い窓枠部分が切れてしまったりする可能性がありますのでね、力が入らない状態を作れるように、きちんと四隅を切り離すということを意識する必要があります。で、もしですね、カットの途中で定規が動いてしまったりして、直線が出なかった時っていうのはその場で修正しないで、このように最後終わった段階で修正をするようにします。なぜかというと、曲がった時に、曲がった状態で一度でも刃を滑らせてしまうと、その曲がった状態で、溝ができてしまうんですね。そうすると修正しようとして直線で、定規を当て直しても、やっぱりその溝にカッター、デザインナイフの刃が引っ張られてしまうので、なかなか直線に修正するのが難しいということがあります。なのでですね、修正というのは一番最後この段階で行ってあげるということにしております。はい、中央の窓ができましたので、他の窓もちょっと切っていきます。ここは少しアップにしてみました。ただこのアップの様子ですね、これはよろしくない状態です。右手がプルプルしているのがわかると思います。だいぶね、窓を抜いて、力が入っている状態になってくるとこんな感じで、まあ一番今1箇所ミスったのが分かったと思いますけれども、こういう感じでミスを誘発しやすくなりますので、まあ、休憩をするなり、作業を中止するなりしてですね、とにかく右手に力を入れない状態っていうのは意識する必要があるかと思います。最後、丸い部分ですね、これはフリーハンドでカットしていきます。なるべく刃を立てて先っちょでですね、線を入れていく感じで、切っていきます。ここは何回も筋入れるんじゃなくて、一発で抜くようにしてください。そうしないとですね、カーブっていうのは綺麗に抜けません。何回も筋を入れようとすると、どうしても線が乱れてしまいますので、もうここは一発勝負でカットを行っていきます。最悪失敗しても丸い部分なのでね、ヤスリで成形もできますから。で、R 部分ですね、ここは直線部分以上に切れ残りが発生しやすいですのでね、抜くときは気をつけてください。今これ失敗してるんですけれども、窓枠が切り離せていません。この状態で思いっきり力を入れてしまうとですね、周りの窓枠ごとブリッといってしまう可能性がありましたので、まあちょっとでもあれおかしいなと思ったらすぐ裏返して、状況を確認するということを行うようにしてください。はい、きれいに円形部分も切ることができました。窓がすべて抜けましたらですね、今度このプラ板の外周、耳の部分を切り落としていきます。この耳を切るのが実はすごく難易度高くてですね、コツは、まあこれ私のコツなんですけれども、長い辺っていうのを先にカットして、短い辺を後に残すというふうにします。そうするとですね、まあ最後に短い辺、っていうのはそんなに押さえる力がなくてもまっすぐ切りやすいですので、長い辺の方はですね、どうしても押さえるときにかなり力を入れないと曲がってしまいやすいですので、力が加わりやすい大きい一枚板の状態のときに最初にカットしてあげると、そういう風な手法をとっております。あと定規ですね、私はいつもこの15センチ定規を使っております。理由は簡単で押さえやすいからです。これより長い定規だと、押さえるのにどうしても力が入ってしまって、まあ、難しいカットが失敗する可能性が出てきますのでね、15センチ定規を常に愛用しております。あとはですね、残りの辺をこんな感じでカットしていきます。最後、一番短い方へと耳を落としていって完成です。最後にですね、裏に貼った図面を剥がしていきます。ここの、裏に貼った図面を剥がすときにですね、まあ、最初にご紹介しました 3M のスプレーのりが一番剥がしやすいですので、私はこれを愛用しております。なおですね、剥がすときも力を加えすぎますと、このとき窓枠が一緒にブリッといってしまうときもありますので、ここも、注意をしてください。はい、ということで、綺麗に剥がれることができました。これでですね、本日の製作機は以上になりますけれども、まあ、こんな感じでですね、模型の製作機の方も Vlog として投稿していきたいかなと思いますので、ぜひですね、次回の更新もお楽しみにしていただければと思います。もしよろしければチャンネル登録をお願いいたします。また、制作機ですね、この制作方法良かったと思っていただけましたら、グッドボタンを押していただけると嬉しいです。また動画でお会いしましょう。ありがとうございました。